最初の1投目は大変。オープンチャカリーコ、おいへー。はい、こんにちは、インドカリコです。皆さん元気にしますか？暑くなってくる、だんだん湿気の多くなってくるこの季節にですね、パンチをね、効かせたカレーを食べましょう。今日ご紹介するカレーはですね、結構思い出のカレーでもあります。スパイスっていうと結構いろんなね、効果効能があるんですけど、代表的なのがですね、お腹の調子を整える作用があるんですけど、まあ、一番ね、結構分かりやすいのが便秘を解消するのが得意なんですよ。で、ちょっとこれお姉ちゃんが見てたらあれなんですけど、姉はですね、割とまあ、困りがちだったんですよね。で、その困りがちだった姉をこう助けたいと思ってこのカレーを作ったんですよ。このカレーを作ったら即効性がありすぎて大変だったという話ですね。これお姉ちゃん見てたらやばいな。デトックスしたいとかですね、すっきりしたい、パンチを効かせたいみたいな時にこのカレーは超おすすめです。今回はですね、ちょっとね、材料もいろいろあるので、チャンネル登録して備忘録にお使いください。ではですね、材料紹介していきます。まずですね、いつも使う材料ですね、玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜。そしてですね、前回の梅干しチキンカレーでも使ったんですけど、ピーマン使っていきます。本当はですね、青唐辛子使うんですけど、青唐辛子使うとちょっと辛いのでピーマン使っていきます。ししとうとかでも大丈夫です。あとはですね、ココナッツミルクと豚肩ロースですね、豚肉のちょっと塊肉使っていきます。スーパーとかで売られているカレー用のコロコロしたちっちゃい肉とかでも全然大丈夫です。でスパイスはですね、まあ、タクコとチリ使うんですけど、今回ペッパーポークカレーという名前の通りブラックペッパーです。ブラックペッパーがすごく腸のね、蠕動作用をね、活発化させるんですよ。刺激もあるんですけど、結構ね、ココナッツミルクと合わせるともっとすごいですよ。今回はブラックペッパーいつも小さじ4分の1マックスで使ってるんですけど、小さじ2分の1杯まで使います。なんで結構ピリ辛のね、味わいになります。で、ホールスパイスはお持ちの方だけで大丈夫です。いつも使っているカルダモン、クローブ、シナモンを5粒5粒5センチずつ使っていくのと、スターニス1個、これはあるものだけでも全然大丈夫。あとカスリメティですね。カスリメティはもうインドカレーとかを、スパイスカレーを本格的に仕上げるハーブですけど、ネットとかでしか売ってないので、スーパーでは売ってないんですけど、あるとおすすめです。まあ、インドカリコのスパイスショップにも売ってるので、概要欄見てください。ということで早速作っていきましょう。はい、まずですね、ニンニク、生姜、玉ねぎ、ピーマンはもう全部ね、みじん切りにします。ニンニクもね、ちょっと今回はね、多めです。で、生姜もね、1かけ分ですね。これをチョッパーに入れていきます。でね、ピーマンももう全部入れちゃいましょう。はい、入れちゃいます。もう玉ねぎもね、入れます。ちょっと新玉はね、ちょっと水っぽいんで、新玉はあんまおすすめしません。普通の玉ねぎを使っていきます。まあ、玉ねぎもね、ちっちゃく切ってあげて、チョッパーに入れていきます。楽々。玉ねぎはですね、だいたい 200g 分ぐらい使います。ちっちゃいの1個で、これをですね、引っ張ります。最初の1投目は大変。だいたい40回ぐらい途中で振って、ほい、見てみましょう。バカ、うえー、完璧です。本当に素晴らしい。ほんで、トマトは1個だいたい 150g から 200g 分ぐらいを適当にね、ざく切りにしておきます。ザク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 、はい、もう適当適当、はい、OK。 で、続きましてね、肉はね、300g ぐらい。私はね、結構硬くなるの嫌なんで、大きめに切っちゃいます。はい、こんな感じ。それで、これめちゃめちゃ重要な工程なんですけど、これにまず最初にブラックペッパーをまぶしておきます。ブラックペッパーを最初に肉にまぶすか、後からこのパウダースパイスと一緒に加えるかで全然仕上がりが変わってきます。まず小さじ2分の1杯のブラックペッパー、これは細挽きの粉状のブラックペッパーですね。粗挽きでもいいんですけど、粗挽きだとまたこれも仕上がりが変わってきます。これをまぶしておきます。噛んだ時にペッパーの香りがよくプーンとね、広がる感じを出したい。なので、まずこのね、ブラックペッパーの、ね、粉のやつの方がよく肉に付着するので、これをね、よくまぶしておきます。後から加えてしまうと、やっぱりそれもね、カレーにね、
広がっちゃうんですよね、まんべんなく。噛んだ時にブラックペッパーの香りをこう香らせたい時はこういう風にね、あらかじめこうやってまぶしておきます。はい、これで下準備は終わり。早速炒めていきましょう。まずですね、フライパンに油を入れていただきまして、オールスパイス熱していきます。555とスターニスですね。私の一番好きなスパイスはスターニスなんですよ。誰も知らないしどこにも公開してないんですけど、私あのコーリンガン株式会社っていう、まあ、スパイスの会社をやってるんですけど、そこの会社のロゴマークが八角なんですよね。八角が好きすぎてロゴマークにしちゃったぐらいなんですけど、はい、こんな感じでカルダモン、クローブ、シナモン、スターニス、ホールスパイスを熱してあげます。で、熱してるとですね、あのカルダモンが膨らんできます。カルダモンがぷくって膨らんできたら、ニンニク、生姜、玉ねぎ、ピーマンのみじん切りを炒めていきます。もうね、全部同時で OK。 ピーマンはね、やっぱりね、あるとね、香りますね。まあピーマンも、まあ一部ね、やっぱりスパイスみたいなもんなんですよね。すごいね、香りがいいです。入れると入れないと全然違いますね。今日はね、みじん切りなので10分ぐらいですかね、炒めていきます。このカリーコターナーと同じぐらいの色になるまで炒めていきます。おーい、ではでは10分ほど炒めました。もうすっかり焦げ茶色、はい、ターナーと同じ色になりましたね。そしたらトマト加えてきます。1分ぐらいするとこうテローンってしてくるので潰します。玉ねぎ、トマトを見るたびに私はこれ何回やったんだろうなって、人生にカレーを全振りしてしまった女ですけど、幸せです。そのことをね、考えてるうちにね、トマトが柔らかくなってきました。で、トマトがね、こう柔らかくなってきて、こう水分が少なくなってくるとね、どん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 あの焦げ付きやすくなってきます。なので焦げ付きやすくなったら火弱めて大丈夫です。プチューっとプチューっとね、プチュープチューっとね、押しつぶしながらトン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 ね、押しつぶしながら混ぜ合わせます。トマトの皮がね、くるんとね、丸々ぐらいまで水分を抜きつつ炒めてあげた方が美味しい。うん、だいぶトマトの原型が見えなくなって、こう水分が飛んできました。そしたらですね、ここにパウダースパイスを入れていきます。ちょっと今日はクミンとコリアンダー多めで小さじ2杯、ターメリックとチリペッパーはちょっと少なめに小さじ1/2杯でいいですね。で、塩はちゃんと小さじ1杯は入れていきます。これでかき混ぜます。ここはね、焦げやすいのでごく弱火で大丈夫です。もうここで一気にカレーの香りが立ちますね。そしたらですね、水を加える前に一回豚肉を入れます。豚肉をこのね、胡椒とまぶしてあると思うんですけど、胡椒をまぶった状態で水を入れる前に炒めてあります。そうすることで、あの豚肉にしっかりこの胡椒がまぶった状態で最後まで煮ることができます。あんまりガシャガシャかき混ぜるとまたこれもね、胡椒が落ちちゃうので、私はそんなにかき混ぜないですね。ただこっちがね、焦げないように一回焼き目つけちゃえばもう大丈夫なので、はい、もうこんな感じで OK。 水入れます。うわー、で、ここにココナッツミルクも入れます。で、かき混ぜて最後にカスリメティも入れてあげて、かき混ぜて、こんな感じでね、さっくりかき混ぜてあげたら、沸騰させたことを確認して、蓋をします。蓋をして弱火で10分ほど煮込んでいきます。おい、ではでは10分ほど煮込みました。オープン、チャッカリー、パパ。うおー、めっちゃいい香りがします。優しくかき混ぜてあげて、今回はね、ちょっとね、汁気があるので必ず塩で味を整えます。味を見て、あれ、なんか物足りないなと思ったら必ず塩で味を整えてください。もりもりに盛ってあげて、ちょっとね、パクチーなんかをね、散らかしてあげたらね、完成です。食べましょう。おーい、
ピリッと刺激的ペッパーポークカレーの完成です。ではでは、いただきます。やったー、おいしそう。肉がね、ゴロゴロでやんすよ。いただきます。おいしい、おいしい。ピーマンの香りが本当にね、青唐辛子みたい。ピーマンかけるブラックペッパーも青唐辛子、辛くない青唐辛子みたい。めっちゃ香りがいい。結構ココナッツミルク入れたけど、サラサラしててめちゃめちゃ食べやすいです。デカデカお肉もいきます。濃厚。胡椒がめっちゃ効いてる。はい、もう私記憶にあるペッパーポークカレーよりはちょまだマイルドだったですね。これだったら別にお悩んでない方も美味しく食べられると思います。めっちゃ美味しい。簡単なんでぜひ作ってみてください。もう基本の作り方と一緒なんで、簡単なんでって簡単でもないか。でも基本の作り方で作れるのでぜひ作ってみてください。次何作ろう、毎回次何作ろうと思うんですけど、次も本気で美味しい料理ご紹介するので、高評価とチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。いやん、うまいじゃないです。肉がうまいね。ちょっと肉もう一個いこう。大きい肉で食べるのがね、最高。やばい。